はい、どうも皆さん、こちらミネットです。集まるどうぞれ実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、こちら皆さん忘れていませんでしたか？本日10月の31日はハロウィンということで、いやぶっちゃけて言うと俺は忘れてました。ミネットです。さあ、というわけでやっていきますか。まあ、ハロウィンのね、攻略方法を、まあ、皆さんに紹介しようかなと思うんですけど、結構簡単ですね。案内所の周りにこのパンプキングがいるから、このパンプキングに話しかけて、あとはチュートリアル通りに進んでいきます。トリックアトリート、ほう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 、私はハロウィンの王様パンプキング。今日は年に一度のビッグイベント、待ちに待ったハロウィンのお祭りかも。ハロウィンって覚えてた人いる？まあ、今ね、31日になった瞬間に撮影始めたんですけど、本当に忘れてた。あ、今日31日じゃんみたいな。あ、この日をどれだけ楽しみにしていたことか。君なかなか見込みがありそうかもね。特別に私のしもべにしてやるかも。まあやってやる。ほう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 、物分かりがいいかも。素敵なご褒美をあげるから存分に働くかも。さあ、まずは手始めに私の大好物であるアメちゃんを献上するんだかも。君はアメちゃんを持っていないようだね。アメちゃんと交換できないとアイテムを渡せないかも。アメちゃんは買ってくるなり、家にいる誰かからもらってくるなり、どうにかして手に入れてくるかも。さあ、とっとと行ってくるかもね。ということで、アメちゃんを用意する必要があります。アメさえ入手しておけば、そんなにまあ、苦労のするイベントではないんですけど、まあ、これでね、あの住民に話しかけて飴を集めていくっていうのが、まあ、主流になっていますが、飴をね、十何個か持ってた気がする。で、外にいる住民に飴を渡したらロリポップってやつがもらえて、で、パンプキングにロリポップを渡すと、ちょっといいやつがもらえたりします。まあ、それをね、ずっと繰り返していくっていうのが、パンプキングのこのイベントになってるわけなんですが、まあ、家にいる住民に、話しかけて飴を集めて、まあ、パンプキングに飴を渡して家具を入手するのか、まあ、ロリポップを入手するのかっていうのをガン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 繰り返していくっていうのが、まあ、このハロウィンのイベントの攻略方法になっています。めちゃくちゃ簡単ですね。もし飴ちゃんを持っているなら仮装した子にあげるといいよ。もしあげなかったらどうなるか、その答えを僕の口から語るのはナンセンスってもんかな。それではハロウィンを楽しもうか。トリコアトリーツ、いたずらされたくなかったらギブミアメちゃん。一旦渡そうぜ。一旦な。これで、アメちゃんを渡すと、服装が、全然ハロウィン感ねえな。ありがとう。ふふ、お楽しみは後に取っておこうかな。そうそう、僕からも、とっておきのプレゼントがあるんだ。ハロウィンなガーランドだよ。これでハロウィン家具をどんどん集めていくっていうのが、このイベントになっていて、魔法使いのドレス、あとパンプキングフェイス、よし、この格好で行こうか。誰か家の中にいる人いるかな？桃子とかは？桃子もいない。いや、いるな。桃子いる。こっちは誰かいる？あ、いる！グミちゃんがいる。グミちゃんに話しかけよう。これね、仮装しないとダメなんですよね。ホラーっぽい格好。みねみね、ハッピーハロウィン、お待ちしていました。仮装して来てくださった方には、アメちゃんを差し上げてるんです。どうぞ、お持ちください。アメを集めていきます。ハロウィンの夜を楽しんでくださいね、グミ。もう一個話しかけようぜ。私も仮装してみたんですけど、いかがでしょうか。今はお家の中だけで仮装してますけど、後でちょっとだけ外に出てみようかしら、グミ。外に出な、しっかり、みんなと一緒に楽しもうぜ。まあ、家の中でね、楽しむのもそれもまた、一興ですよね。お、トリコアトリート、アメちゃんをくださらないといたずらしちゃいますよ。これあげないようにしたら、そんな、じゃあいたずらもしょうがないですね。おお、すいません、あなたにいたずらさせてもらいました。あの、気に入らなかったらドレッサーとか姿見で意味転して直してくださいね。なんかいたずらされたのにさ、申し訳ない気持ちになるな。しかも姿見までもらえるっていう、すごいなこれ。ちなみにお顔の模様はフェイスペイントです。ポケットのお着替えをするところからでも消すことができますよ。フェイスペイントにね、いたずらされるんですよ。顔がこんな感じになります。結構可愛らしくないですかこれ。住民からいたずらされます。昔はね、ここにある道具がなくなってたんですよ。あれ、飛び降りはどうだったかな。飛び降りは忘れたんですけど、町へ行こうよどうするとかだったら、ここから家具がどんどんなくなっていって、びっくり箱とかに変えられるっていう。結構それでね、今まで入手してきた家具で本当に非売品とかがな、非売品はなくならなかったのかな。大事な家具とかは全部なくなったみたいな方はいましたね。アメちゃん、結構残酷なイベントでした。ありがとう、あなたからもらえてすごく嬉しいわ。さすがにな、集まるどうするではそういった要素っていうのは取り除かれたわけなんですけど、これね、ロリポップいただきました。まあ、食べちゃダメですよ皆さん。このロリポップ食べずに
このままパンプキングのところに渡しに行きます。そしたらね、結構いいやつがもらえるんじゃなかったか。パンプキングはね、基本的に広場の近くにいます。どこ行った？いたいた。お、持ってきたカボね。トリコアトリ、今すぐそのアメちゃんを渡すカボ。どうぞ。ロリポップはどうやって渡すんだっけ。わー、いただきます。渡さないを押したらロリポップ渡せんだっけな。ごちそうさま、美味しかったカボ。それでは約束のご褒美カボ。今回は大サービス、パンプキングローブをあげちゃうカボ。いらねー、いらねー。上出来カボ。さあ、ここからが本番カボよ。次は私の大好物中の大好物、ロリポップを持ってくるカボ。そうすればそれにスペシャルなアイテムと交換してあげるカボよ。むむむ、感じる感じるカボ。ロリポップはズバリ外にいる誰かが持っているカボよ。外に旅行にアメちゃんを渡していけばきっとそのうちもらえるはず。根気よく探すことが大事カボ。私はこの辺をブラブラしてるから、ロリポップを見つけたら声をかけてカボ。それでは頼んだよ、アメちゃんも引き続きよろしく。間違えた、あ、間違えた、ごめんだって。許してや。これロリポップの方を渡したい、こうだな。ロリポップほらよ、これはうんうん、ハッピーハロウィーン。私の大大大好物、キングオブお菓子、ロリポップだカボ。もう待ちきれない、いただきます。どう、何もらえたんだっけ。甘い、ほっぺたが落ちそうカボ。君よくわかったカボね、特別なご褒美を授けるカボ。何をくれるんだ、汽車とかか。ハロウィンの馬車、あ、やっぱりだ、馬車だったな。こんなにいいものをあげるんだからパンプキングに感謝するカボ。でもまだ満足できないカボね、もっともっとロリポップを食べたいカボ。またロリポップを見つけ出し、私のところへ持ってくること、働きに見合うご褒美もあげるカボよ。まあ、これを繰り返していくっていうのがこのハロウィンのイベントとなっています。怖いな。これね、脅かすと怖がらせる、この2つがもらえるんだったかな。もうちょいなんかもらえたんだっけ。おらーうわー、じゅんくんが超ビビってる、可愛くない。もう一回やったろ、うわー、みんなビビってる、そんなことある。カメラで撮りてー、うーい。まあ、特にね、このリアクションをこのイベント中に使うってわけではないんですけど、あの便利なリアクションになっていますのでやってみてください。10月1日から毎日さ、アメちゃん集めてた人いました？俺もね、なんやかんや集める集めるって言いながら結局10個しか集めてなかったもんな。ようこそ、ももこのホラーハウスへ。なんてね、イベント楽しんでる？お家へ遊びに来てくれた子のためにちゃんと用意しておいたんだ。はい、アメちゃんだよ。嬉しいぜ、ハッピーハロウィン。不気味で楽しい夜を過ごしてね、なのね。どう、グミちゃん、もう一回もらえたりしない？あ、パンプキングさん、あの、アメちゃんを差し上げるので、いたずらご遠慮いただけますか？あ、もらえた。何回でももらえるっぽいな、これ。あれ、ちょっと雰囲気が違うと思ったら、ミネミネですか？本物そっくりでびっくりしちゃいました。うふふ、でもちゃんと怖かったので、アメちゃんをそのままもらっておいてください、グミ。一回出てもう一回入るか。さすがに忘れたわ。一年に一度しかやらねえからな、このイベント。いや、歴代ハロウィンと比較しても、相当やっぱりこの、集まれ動物のハロウィンは、まあ、進めるのはね、楽になったかなと思います。アメちゃんですか？多めに。おお、何回でもくれる！優しいかよ。そのアメちゃんがあなたの助けになりますように。あざっす。まあ、結構簡単なイベントじゃないですか。まあ、住民からこのパンプキンヘイスかパンプキングローブを身につけた状態でアメちゃんをもらって、まあ、外にいる住民からロリポップをもらってパンプキングに渡す、それをただひたすら繰り返すだけっていうのがこのイベントの内容となっています。ゲゲ、パンプキング、いたずらダメだぞ、ほらアメちゃんだったらやるからさ。あ、外にいる住民でもちゃんとアメちゃんくれるんだね。ん、おめえミレットじゃねえか。なんで焦らすんじゃねえよ。しかし、この俺を騙すとは、なかなか見事な化けっぷりだったぜ。でももうすんなよ。ビビってる、スパークくん、かわいいな。お、飛行なった。またロリポップくれる？よーし。アメちゃんだ。14個。当日で集めるのもいいね。何くれんの？ハロウィンのテーブルセッティング。あざーす。いやでもロリポップが欲しいな。
家具しかくれねえもんなあいつ。まあこれをね永遠に繰り返すっていうのがこのハロウィンのイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さんもこちらのパンプキンフェイス、やっぱいらねえな。これさ、アメちゃん渡してもパンプキンフェイスかパンプキングローブしかもらえないっぽいぞ。ほら、え、そうだったっけ、アメちゃんそんなに好きじゃないパンプキングローブ。いやー、これしかもらえないんだ。じゃあもうアメちゃん諦めてロリポップですね。ロリポップをガン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 集めていくっていうのが一番いいんじゃないでしょうか。まあ、ぜひぜひね皆さんこちらのイベントを楽しんでください。まあ、ハロウィンのイベント自体は確か夕方の5時からか17時から23時59分まで開催されていますので、まあ、ちょうど7時間ぐらい開催されてるから、まあ、そんなに急ぐ必要はないと思うんですけれども、皆さん一緒にハロウィンのイベントを楽しんでいきましょう。というわけでですね、今回はハロウィンの進め方でした。この辺で終わっておきましょう。じゃあな。